はいどうも皆さんこんにちは、翔平 TV です。本日はですね、先日肩の治療をしに行ったんですけども、肩を治療した後に実際に投げられるようになったのかというところでキャッチボールをしていきたいと思います。先日関西に行って肩を治した時に走れおいチャンネルの大井くんも一緒にいたんですけど、今日一緒にいますんでちょっと聞いてみたいと思います。どうぞ。どうも、走れおいチャンネルです。はい、お願いします。はい、お願いします。先日肩直してきました。はい。実際今何週間が経ってみて、はい、実際どうですか？自分は最初ここが上がらなかったんですけど、はい、うっていう痛みっていうんですか、痛みっていうかなんか重てえなみたいな感じがあって、うんうん、まあ、それがこうテイクバックの時に取れて内野のスローイングはしやすくなりました。ちなみに大井くんは大阪の時1回だけ、はい、じゃないですか、はい、僕は実は平日の夜に先生がちょうど東京に来てて、はいはいはい、夜2回ぐらいさせてもらって計3回治療してもらいました。正直1回だけじゃここが痛いって状況からここに上がるっていう状況まで行ってもらって、そこから2回3回は実際に投球をしてみてどうっていうのでやってもらったんですよね、はい、もう3回やってもらって結構もう投げれるようになったと思ってるんで、今日はちょっとキャッチボールを普通にちょっとやってみて、まあ、お互い の, 肩の調子を見ながらやっていきたいと思います。はい、はい、それではやっていきます。お願いします。はい、ではやっていきます。軽くでいきます。はい、よし。なんか投げやすいですね。なんかクッとこう上に行く感じ、肩が上行く感じで。自分もやっぱりここが楽になりましたね。ああ、これ、うん、はい、多分結構前に出したキャッチボール動画を見れば分かるんですけど、それを見てもらうと全然もう投げ方、この肘の上がり方も全然違うんで、それを比較ができると思います。スロー映像と合わせてご覧ください。そうね、確かに可動域、そうね、本当にスムーズに指に上がるんで。まあ、まずはこんなところからちょっとずつやっていって、いずれはね大会で投げれるようになるぐらいまで上げたいなと思います。はい、というわけでやってきました。はい、投げててどう？あんまり感じないですか、痛みは？自分はやっぱりここに持ってきやすくなるとスムーズに出るんで、うん、それが今まではちょっとなんか頑張って持ってきてたみたいな、あ、ちょっと今はまあここはできるんで。実際俺投げてみてずっとこういう耳の近くを通って投げるみたいな意識をするように言われたんで、はいはい、それでやってるんですけど、やっぱボール持ったりすると実際にこう投げてみると、まあ、多少まだ意識が定着されてないんで、若干こう離れてしまっていてってなってしまうんですけど、まあ、もうちょっとこう何度もやっていって、はい、徐々に慣らしていくって感
感じなのかなって感じ、やっぱ使ってなかったありますかね、そう筋肉とか、そう使ってない使えてなかった筋肉を、はい、まあ使えるようになったってことで、はい、多少の筋肉の張りとか結構あると思うんですけど、ケアをしつつこれから良くしていきたいなと思います。はい、はいはい、というわけで本日の動画以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価で、葵くんの、チャンネルのリンクも下に貼っておきますので、そちらをご覧ください。ありがとうございます。それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。本日のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっておりますので、フォローの方よろしくお願いします。今後、動画でやってほしいことがあれば、コメントにどんどん書いていってください。お願いします。また見てね。新しいバットがあるということで。